ツースラ対空兵器博物館は、フィンランドの軍事博物館である。フィンランド南部、ウーシマー県、トゥースラのヒュイデュイラ市に位置する。正式名称はイルメイタージェンタミューチオ。フィンランド国防軍が運用した兵器の中でも、対空火器、機材を中心に収蔵、展示を行っている、軍事博物館である。フィンランドが独立を果たしたのは、 第一次世界大戦中の訂正ロシア崩壊の時期と一致し、独立以前は長期にわたって国軍を所有が認められていなかったのだが、独立後いち早く空軍の創設と増強が行われていた。そのため冬戦争や継続戦争において、フィンランドは陸戦下機は非常に不足していたが、一方で軍全体の規模からは考えられないほど巨大な航空設備、 対空能力を保有しており、加えて各国から、校舎機関法や大口径の校舎砲も、多種供与されたことで雑多な対空兵器を所有するに、至った。そして戦後は、ソビエト連邦から、死対空ミサイルなどが供与される一方で、東欧のように西側諸国との交流が断たれることも、なかったために、イギリスなどからもミサイルを輸入することができた。 こうした各国の対空兵器が一つの博物館として整理、一般公開できるほどに揃っていたことで、世界的にも珍しい対空兵器専門の博物館として開館に至った。消火器対空砲対空ミサイル車両火器以外パロラ、戦車博物館や破面輪な砲兵博物館の例に漏れず、近隣にフィンランド陸軍の対空部隊が駐屯している。 入館料は4ユーロ。5月から8月の11時17時のみ、一般開放されており、これ以外のオフシーズンと月曜日は、基本的に休館となっている。兵器以外の展示としては、ヘルシンキに存在した防空作戦室の再現がなされているほか、博物館作成のプロモーションビデオの閲覧が可能。ありがとうございます。